か深夜だったわけですよ。今と同じような真っ暗な状況の中で、東北ヶ崎のすぐそばに漁港があるんですけど、まあ、そこまであの車で行けたわけですね、あの時ね。ところがですね、そこの漁港からどうやら何キロか歩いていかないと、その東北ヶ崎の灯台のところまで行けないらしいね、あれね。で、その我々は看板を見てですね、まあ、深夜だったんで車のヘッドライトを照らしてもらいまして、私は車から降りましてですね、看板を見たんです、うん、東北ヶ崎灯台までどこで何キロって書いてあるんですね。で、ちょっとこう目線を下に移したらですね、熊目撃情報ありみたいなこと書いてあったんですね。普段大体そういうのって熊出没注意なんですね、セリフで言うと。熊が出るかもしれないから気をつけてくださいね、いわゆるあの黄色い道路標識のね、タヌキ注意、ああいう看板と同じようなノリの熊出没注意っていうのをよく見かけるんですね。いやもう、ところがそこに書いてあったのはほぼほぼ手書きの看板で、熊目撃情報ありと。もうここで見たことあるよと、深夜帯にですね、真っ暗な中僕一人で車を降りましたね。まあ、すぐ U ターンですもんね。そうね、熊よけの鈴なんかもなければ、当然マタギの猟銃なんかも持ってるわけもなく、やるならば男と裸一貫素手で戦えというような状況でですね、それはもう回れにきですよね。大して熊出没注意じゃないんですよ、目撃情報ありですか、見ましたよと、ここで出ましたよと、ある意味幽霊の目撃情報よりも怖いですよね。ここで僕は幽霊見ましたと、幽霊は科学的根拠がないですから、デマですから、あれね、僕の中では。クマリアルに言いますから、あそこはちょっとね、日中に今度ちゃんと行って灯台まで行かないと、証明書自体はね持ってますけど、我々まだちょっとそのうち行かないと、堂々と僕らは本州最東端行きましたとはちょっと言えない。かなり近いところまで行ったけどね、まあ、またいずれ復習生の方が、場合によっては今日行っちゃうかもしれない、行かないだろう。この先左からの合流車両に目的違いますね。手に入るものでゲットしてもらえる、ちょっと思いますね。暑いですよ、あれね。あのこのね、あの長野の方に行けば海から遠い場所到達証明書みたいなね、そういうのがあったりしますけどね。あと当然ね、本州の端っこだけじゃなくてね、日本本土の、まあ、下の辺ですかね、の橋、その括りもよくわかんない、日本本土の端っこなんだけど、じゃあ本土って何括りなの。で、南の方で言えばなんか沖縄のね、そのいろんな島々のどっかしらが南なのかなと思いきや、なぜか九州の佐田岬ですね。沖縄はどうなの？沖縄は本土ではないってことかな？この区別がよくわかんない。本土っていう言葉の意味がね。で、北は北海道の宗谷岬だったかな？まあ、西北海になる。GPS を受信してください。ちょっとよくわかんない。調べて。GPS を受信してください。
ね。あと本州だけで言えば山口県、美写の花、最西端西ですね。このコスモ、このコスモ見たんですけど、そこを手に入れた後に4つの証明書を手に入れましたよというようなことをですね、まあ、あの全部行きましたよっていう証明書が私たちのところにいますから、あの7つのドラゴンボールを揃えると願い事が叶うような感じですね。ドラゴンボールほど壮大なものはもらえない。我々からしてみたら結構な達成感がある。行くならそういうのももらっていった方が面白いですね。あ、タヌキ注意ありましたね、今タヌキ注意あったね、うん、あね、運転されてるリエさんの相方のタヌキです。違います、随分なタヌキじゃない、まあ、小動物。中では結構なタヌキだね。天使ポップタヌキなイメージ。変わっちゃいますね。
出世なんじゃないのっていう人もいるんですけども、まあまあプラスで捉えれば確かに出世なのかもしれない。でも僕の中でのフィーリングとしては、まあ、あの何でも言えばやるからと、あいつでいいんじゃねっていう、そういうノリな気がして僕はならない。ここでちょっと僕はあの反骨精神を捨ててやらないっていう、やりたくないことはやりませんよ、教えてもいいよかなって怒っちゃったりもする。何のことそんなにやるの。やった方がいい。そうだね。